はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの浜岩先生です。今日はちょっとね、あの酒アイスクリームね、あのちょっと食べてます。あのニオン酒が入ってるね、あのアイスクリームなんですけど、うん、バニラアイス、あのニオン酒が入ってるんですよ。だからとっても美味しいですね。あの少しアルコールが入ってるんですね。そう、こういうのないんだよね、売ってないんだよ、うん、だ自分のとこのアイスクリームメーカーでね、冷凍機付きってやつね、コンプレッサー付きなので、ね、作って食べてますけど、あのミネラルウォーターでシャワーを浴びたところです。うん、1リットル1万5000のミネラルウォーターでね、シャワー浴びてきました。うん、美味しいね。うん、あのバニラなんですよ。バニラアイスなんだけど、あの日本酒が入ってるんですね。もうあの私のところではアイスクリームは食べ放題だったからね、何でも、うん、食べ放題。でですね、ここはちょっと説明したかったのは、1月2日ですね、水曜日なんですね、投資ですね。まあ、シグナルがね、一つ NZDJPI が準備されてまして、分析では、69% ので稼げますよというシグナルが待ち受けてます。まだねシグナル出てませんね。で、一つの通貨しか出てないんですね、こちらしかね。それでこちらの方の方でね、投資待ちしてます。で、うん、でこちらをね、ちょっと時間待ちの時のゲームですね。お、これ攻められてるのかな、お、まあ、攻められてるのかな、これ。あ、ここ今度攻められるな、今度ね。今やられてるんですよ、これ。青なんだけど、全部全滅。私のとこ青なんだけど、もう私ともう2つの陣地しかもうないですね。やられてます。これ今度やられるんじゃないかな。まあいいや。で、こちらですね。シグナルですね。あんまりゲームやんないで、バイナリーオプションとかそっちの方で、ね、電話で訓練した方がいいから、ね、気をつけてください。で、あとそうですね、まあこんな感じですね、1月2日水曜日6時24分夕方夜ですね、のシグナルです。シグナル数が少ないんで1週間に10個しか出てないですから、5個ぐらいだと思ってください。シグナルが出るのはね、週に5回ですから結構きついですね。これで1万ぐらいずつ投資できればいいんですけどね、1万円以上でね、まだ怖いんですよね。
これで様子見てみようと思いますけどね。あ、しょうがないですね。2019年ですね。どうも。何回かもう明けましておめでとうございますって言ってますので、1日からね、今回からはもういい承諾いたします。どうもありがとうございました。